はい、こんにちは、チチチャです。今回はアステラ祭りで復活するクエストを、強力な装備が作成できるクエスト、重ね着装備が作成できるクエスト、コレクション装備が作成できるクエスト、新規復帰勢は結局何をすればいいか、以上4種類に分けてご紹介したいと思います。それではまず強力な装備が作成できるクエスト一覧、こちらです。狂乱のエルドラド、 USJ 燃えよ青き星たち、ハンターたちの長い夢、軽やかで恐ろしく、そして熱く、青は愛より出でて青より熱し、不滅のアルペングリューエン、まだ見ぬ白き盾髪も、静寂の帳、太陽が燃え盛る時、嵐の最中にて、それは古竜の王たらん。以上11クエストです。部位によってはあまり活用されない部位もあるにはあるんですが、モンスターハンターワールドはどのスキルが急に日の目を浴びることかわからないゲームなので、一応全種類作成しておくことをおすすめします。特に狂乱のエルドラドは鑑定武器を入手しつつ周回することができますし、めちゃめちゃ難易度が高いというクエストではありませんので、最近モンスターハンターワールドを始めたばかりという方はぜひ挑戦してみてください。マムタルト自体が初めてだという方はぜひこちらの動画を見て予習していただければなと思います。また各種歴戦王に関しましても、ソロで楽して討伐する動画を投稿しておりますので、よければそちらもご参考ください。続きまして重ね着装備、狂乱のエルドラド、軽やかで恐ろしく、そして熱く、青は愛より出でて愛より熱し、不滅のアルペングリューエン、まだ見ぬ白き盾髪も、静寂の帳、太陽が燃え盛る時、嵐の最中にて、それは古竜の王たらん、極ベヒーモス討滅戦、依頼森の精霊、ガジャブー大脱走、ノラの神王、我が名はボルガノス、急速ハンターを噛む、空飛ぶ者に恐れはいらぬ、二人の女王、眩しさに抗う者たち。以上18クエストです。重ね着装備に関しましては趣味の範囲かとは思いますが、できれば全種類集めたいとこですよね。ただここで問題がいくつかございます。まず一つ目が、狂乱のエルドラドで作成できる暁の武器シリーズなんですけども、こちら歴戦王になる前のマムタロトであれば暁の武士チケットボロボロ落ちてたんですが、歴戦王になってからそこまで落ちなくなってるんですよね。なので重ね着装備だけを意識してやるとめちゃめちゃ時間がかかる可能性があります。そしてパソコン版、パソコン版では現段階ではサクラ、シリ、アーロイ、バイクに関しましては入手することができません。シリ衣装に関しましては5月9日にレーシェンが実装される予定ですので、その1週間後ぐらいにシリ衣装も入手できるのではないかなと思いますが、バイク、アーロイ、サクラに関しましてはまだ予定が立っておりません。ないと思いますけど、もしかしたら最後まで実装しないという可能性もありますよね。また我が名はボルガノスに関しましては、今回のアステラ祭りで再配信することは確定しておりませんが、急速ハンターを噛むが5月3日朝の8時59分までなので、それと入れ替えで我が名がボルガノス5月3日の朝の9時から配信されることが予想されております。そして最後に、眩しさに抗う者たちで作成できるシャドウアイ衣装に関しましては、夏のアステラ祭りで入手できるチケット、納涼チケットが必要となりますので、今回のアステラ祭りでは作成できないのではないかなと予想できます。それでは重ね着の見た目ざっとお見せしたいと思います。お見せする中には今回のアステラ祭りで入手できない季節限定のものもありますが、今後のアステラ祭りで入手できるのではないかなと思います。また急速ハンターを噛むの期間中、盛大に風をこじらせていたので、クルルフェイクとスカルフェイクは私は持っておりません。それでは見ていきましょう。鎧武者、暁の武士サビ、暁の武士誉れ、プリケイド、ギルドクロス、フルドレス、オリオン、ハーベスト、
ダイバー、ブロッサム、パピオン、デスギア、シーカー、オリジン、ビートル、バエク、ドラケン、ダンテ、サクラ、アーロイ、ゲラルト、シリ、シャドウアイ、モスフェイク、アイルーフェイク、ユラユラフェイク、封印の眼帯、以上です。私は今回のアステラ祭りでクルルフェイクとスカルフェイス入手したいと思います。続きまして、コレクション装備が作成できるクエストです。まずはプレイステーション4版パソコン版の共通クエストから、ランゴスター大発生、 USJ 躍動せよ金の星たち、野生の教え、ラッシュ大騒動、コードレッド、日が暮れるまでの短い間、暴れん坊早起きして散歩する、俺たちならず者、卵好きになろうです。コレクション装備とは申し上げましたが、実戦でも使えるような能力を持った武器防具もございますので、ぜひ作成してみてください。特にラッシュ大騒動に関しましては、挑戦する武器によって BGM が変わりますので、ぜひいろんな武器で試してみてください。そして最後に、プレイステーション4版のみのコレクション装備が作成できるクエストです。特に依頼森の精霊の片手剣、ウィッチャー銀の剣に関しましては、なかなか強力な片手剣でございますので、ぜひ作成してみてください。パソコン版の方もおいおい作成できるようになると思います。最近モンスターハンターワールドを始めたばかりだから、アステラ祭りがわからないという方とか、復帰しましたが何から手をつければいいですかというご質問よくいただくんですが、最初にやることのおすすめは歴戦王マムタロトです。マムタロト用の対策装備は非常に作成が容易なバージョンもありますし、マムタルトの報酬で強力な新鑑定武器を入手できることもありますし、マムガエラのアルファベータガンマシリーズは何の装備でも混ざってくるので、とりあえずそこからスタートが良いかと思います。マムタルト自体に行くのが初めてで、ノラでやってみたいという方はぜひ一度動画で予習してから挑戦していただければなと思います。マムガエラアルファベータガンマシリーズが揃いましたら、次に最初にご案内しました強力な装備を作成できるクエスト一覧をこなします。ただこちらに関しては歴戦王のクエストもかなり混ざっておりますので、歴戦王対策の装備もここで作成する必要性があります。歴戦王対策の装備に関しましては、以前動画で全歴戦王分投稿しておりますので、ぜひそちらもご参考ください。とりあえず5チケットずつ入手していけばいいかなと思います。ここまで終わりましたら、重ね着を集めてもいいですし、期間限定の歴戦をマムタルトに戻っても良いのではないでしょうか。また5月3日の朝9時からは、我が名はボルガノスがやってくる可能性が高いです。このクエストはめちゃくちゃ、本当にめちゃくちゃ装飾品の効率がいいので、まだ装飾品が集まっていないという方は、5月3日からはこのクエストを周回するというのもありかと思います。あとはアステラ祭り期間中は配信バウンティーが毎日変わるので、ぜひ毎日バウンティーをこなしていただいて、チケットや花火を入手していただければなと思います。アステラ祭り中は各種ゲーム内アイテムの購入金額が半額になったり、肥料に必要なポイントが半額になったりしますので、アイテムの補充もきっちりとしていきたいです。ということで、今回はアステラ祭り一体何をすればいいかまとめ動画でした。私はパソコン版はボルガノスめちゃめちゃ回って、あとプレイステーション4版は歴戦をマムタルトがっつり回していこうかなと思います。皆さんはこのアステラ祭り一体どのように楽しむ予定でしょうか。よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。